アグネスは1985年制作のアメリカ合衆国の映画、ジョン・ピール・マイヤー作の舞台劇の映画化。監督は、ノーマン・ジュイソン、ジェーン・フォンダ、アンバン・クロフト、メグ・ティリーが出演。第58回アカデミー賞3部門にノミネートされ、メグ・ティリーが第43回ゴールデングローブ賞、助演女優賞を受賞した。カナダのモントリオールにある男子近世の修道院。 マリー・マドレーヌ修道院である冬の夜、驚くべき事件が発生する。その夜、ある部屋から悲鳴を聞いた院長のルースが駆けつけると、ベッドに若いシスターのアグネスが血まみれで、横たわり、さらにゴミ箱の中から考察された、生まれたばかりのエイジの死体が見つかったのだ。しかし、アグネスは妊娠も出産も身に、覚えがないと主張したため、法廷精神科医のマーサが、裁判所の依頼で、 修道院に派遣された。マーサは誰か男が修道院内に侵入してアグネスと関係したのではないかと推測するが、アグネスもルースもそれを否定する。やがて、マーサの調べで、アグネスがルースのアル中で死んだ姉の娘、すなわち名で、教育も受けず、性の秘密も教えられずに育てられたことがわかる。マーサはアグネスを催眠術にかけて、記憶を呼び戻そうと試みる。 彼女は眠りながら真相を語り始めたが肝心の子供の父については語らない。するとルースが突然アグネスは奇跡を起こす力を宿していると主張し始める。ありがとうございます。